もうすぐ多くの方が連休となるゴールデンウィークが始まります。ウェザーニュースアプリ内でゴールデンウィーク一番の楽しみはと仕事は何日間お休みの2つの調査を行いました。1つ目のゴールデンウィーク一番の楽しみはの調査結果を2019年と2022年で比較しました。2019年の回答を見ると家でゆっくりが 54% に対し、2022年の回答を見ると家でゆっくりが 63% とおよそ1割増加しました。今年の年代別の結果を見ると世代によって少し差がありました。40代以上は家で過ごす方が多いのに対し、10代から30代は出かける方が多く、特に20代は海外旅行、国内旅行、帰省、近場へお出かけを足した回答が過半数となりました。回答者のコメントを見ると、家でゆっくりを選んでいる方の中には、掃除や家庭菜園と普段やれていない家事や趣味をするという意見がありました。お出かけをする方は、釣りやバーベキューなど、春の過ごしやすい気候に合ったアクティビティを予定されている方が多いようです。2つ目の調査、仕事は何日間お休み？では、0から10で回答を選択いただきました。結果は全国平均 5.2 日となりました。今年はカレンダー通りだと4月29日から5月1日と5月3日から5日の3連休が2回ある6日間のゴールデンウィークです。5月2日に有給を取ると7連休、さらに5月6日にも有給を取ると10連休にすることができます。今回の調査では10連休の方がおよそ 17% と一番多い結果となりました。次いで多かったのがお休みのない方のおよそ 12% でした。お休みの方も働く方も5月は紫外線が強い季節です。初夏の陽気は心地よいですが、うっかり日焼けには気をつけて快適にお過ごしください。またお出かけの時はアプリウェザーニュースでお天気と紫外線情報をぜひご確認ください。 Thank you.